ッチヒア。こんにちは。みんな元気にしてましたか？今日になり、新しくリリースされた書譜のシャドウチェイサービルドガイドを見てもらいたいと思います。この書譜には2つのメインビルドがあって、1つ目がメスカレルマジシャンで、2つ目がシャドウラーカーになってます。それぞれのビルドの特性は次の感じになってます。今回のビデオはマスカレードマジシャンの方に焦点を当てたものになってます。シャドウラーカーの方のビルドに関して興味がある場合はまたコメント欄とかで教えてください。ちなみに新しいマイクをオーダーしてから1週間くらい経つんだけど、まだ新しいものが届いてないっていう状況なので、今回もできる範囲でボイスオーバーをしていきたいと思います。じゃあ今から早速、シャドウチェイサービルドの解説に入っていきたいと思います。まず、スタッツはこんな感じのセッティングをおすすめします。とマニュアルのスキルのセッティングは次のものをおすすめします。ペルスセッティングは次のものをおすすめします。ネクサスのセッティングは次のものをおすすめします。PVP と PVA のネブラのセッティングは次の感じをおすすめします。
フェザーのオフェンスやディフェンスのセッティングは次の優先順位ですることをお勧めします。このセッティングは次のものをお勧めします。ギアに関しては次のものをお勧めします。ディファイアーマメント、リディアントオーナメントとエンチャントメントのセッティングは次のものをお勧めします。
に関しては次のものを説明します。仕切りのセッティングに関しては次の優先順位とすることをお勧めします。メクメとしてはこのグラスはデフォルトでキャノンガラスなので、高いダメージ力で敵をやっつけちゃうことができて、バトルで生き残るための優れたスキルを持っています。もちろんしたテストでは TPS がソーサラーの3倍でドラムの2倍になるっていう結果になりました。このクラスは5体度のバトルで優れているのと、あとは EU 武器とスキルローテーションで大規模な PVP でも活躍することができます。 PVE コンテンツでもデフォルトで高いダメージリーダーになってます。いつもみたいに詳細な方は英語でディスクリプションに書いてあるので、よかったら時間があるときにチェックしてみてください。みんなのコメント楽しみに待ってます。じゃあみんな、今日も素敵な一日を過ごしてください。じゃあまたね。もちろんセンディングサンシャイン。